アリアン1、アリアン I アはアリアンシリーズの最初のロケットである。打ち上げ時の重量は21万キログラム。アリアン I アは静止軌道に最大1850キログラムの1機もしくは小型の衛星2機を投入できる。以前、ヨーロッパ各国が共同開発していたヨーロッパロケットの経験をもとにフランス主導で開発された。アリアン I アは3段式のロケットである。 この設計はアリアン4まで受け継がれた。1979年12月24日、南米のフランス領ギアナのクールから打ち上げに成功した。2回目は1980年、第1弾エンジンのバイキングエンジンの1機が不安定、燃焼のために失敗した。3回目の打ち上げは成功し、3機の衛星を軌道に投入し、最後の打ち上げ試験となる4回目の打ち上げも、 成功した。次の最初の商業的な打ち上げは打ち上げ7分後に3段のエンジンのターボポンプが故障したため失敗した。次の6回の打ち上げはすべて成功した。1985年7月2日、アリアンアイの10回目の打ち上げで、ハレー水星探査機、ジオットの打ち上げに成功した。民間に、 衛星写真を提供するスポットの初号機は1986年2月22日にアリアンアイとしては最終の打ち上げとなる11回目の打ち上げで軌道投入に成功した。ありがとうございます。